はい、どうも、こんにちは、あすけですね。今回はね、ちょっと、新しく動画やるにあたって、俺も結構ネタになるような話だったら、どんどんネタにしていくつもりなんですけど、でもね、別にネタにしていくっつっても、俺そんなね、他のさ、物申す YouTuber みたいな感じでさ、別に言ったりはしないけどね、ただ単に俺が思ったことを言うだけだから、別にそんな炎上商法なんか俺やるつもりはみじんもないんだけど、ただやっぱね、多少ね、こう、YouTube とか、炎上とか見てて、多少俺も言いたいことあるわけよ。だからそういう意味でちょっと、身の回りでちょっと僕に取り上げてほしい人とか、取り上げてほしいこととかあったら、一応、コメント欄に書いてください。気が向いたらっつうか、それに対して俺がなんか言いたいことがあったら、載せるし、別に興味がなかったら載せないっすね。別に鉄道ネタとかでも全然いいっすよ。鉄道で今度こういう電車が出るんですけど、これについて言ってくださいみたいな。俺、別に鉄道の知識あるし、多分知ってるから、最近の鉄道ネタで言うとなんだ？踊り子号に、E257 系が出るとか、E353 系がこう新しく出るとか、あとうちの地元の小田急に新しく5000系っていうのが出る。あれ5000系見たけどさ、あれ新型5000系でしょ？小田急の。あれなんかさ、あれっぽいよね。横浜ブルーラインのさ、新車みたいな。あれなんだっけ？ほら、小田急であったじゃん。小田急、新車だ。すっげえブルーラインっぽかったんだよね、あれ見た目。これ ダッサ、何これ？3000の方がいいよ。何これなんか。俺あんまケチつけたくねえけど、これブルーラインの車両の間違いじゃないの？どう見ても俺これブルーライン、これだったら俺4000系の方がかっこいいと思うけどな。でもこれ来るんでしょ？各駅停車用とかに。6両とかで、6両とかで多分こいつが来るんでしょ？フリー Wi-Fi だったら許すわ。これがフリー Wi-Fi だったら俺許すわ。でもフリー Wi-Fi じゃないんだったら別に来なくていいかな。これブルーラインじゃん。最近の鉄道ネタをちょっと見よっか。最近の鉄道ネタ。車内どんなの？車内はね、いいよね。車内はなんかちょっと結構、なんか小田急じゃねえ、東京メトロの1万6000系なんかこんな感じだからいいよね。あとなんだ？俺が、あ、そうだ。俺さ、もう一個あってさ、あれ、なんだっけ、相鉄、相鉄だよ、相鉄。相鉄直通するんだってね、埼京線と。ほら。俺は多分使うことないけど、なんか、今度動画のネタにするよ、じゃあ。開通したら。開通してからしばらくの間、ちょっと、あんまネタにしたくないけど、運賃高めなの。ヤマトからいくらだよ。ヤマト、新宿は、小田急線経由で490円。は？ヤマト渋谷、はぁ？高えな。ちょ、待って。ヤマト渋谷新宿は810円。これ乗り換えても安いだろう。百何十円プラスでさ、こっち間、ヤマトから新宿が810円？乗らねえだろ、こんなの。伏線じゃん。いや、俺ね。いや、これ微妙だな。二俣川からだったら乗んじゃない？二俣川から乗るけど、ヤマトから先の海老名とかでは絶対乗らねえよ。海老名とヤマトだったら、小田急で乗ってった方が絶対いいよ。伏線だし、快速急行の後に来る急行、めちゃめちゃ空いてるしさ。なんだよ、これ。でもそういうもんだよね。多分ね、これ相鉄沿線の方が便利になるってだけだから、別にはっきり言って海老名とか、大和に住んでる人間は別にね、あと湘南台か。別に1ミリもね、そんなに便利になるところってないんだよね。へえ、そうなんだ。俺は乗ることはないかな。動画に載せることはあっても、個人的に使うことはあんまないと思う。普通に小田急の方がいいからね、ロマンスカーもあるし。小田急かな。個人的に。小田急最近いいんだよ。伏線が治ってから。遅延とかもあんまなくなったし。めちゃめちゃ良くなったから。皆さんは、安くて快適な小田急電鉄をご利用くださいという。そういう小田急の宣伝でしたね。はい。ということで。あ、そうだ。あとなんだ？そんぐらいかな。あ、踊り子のあれ見ようぜ。踊り子のさ、257系。俺、踊り子乗ったことねえんだ。でもね、踊り子の車両の185なら俺乗ったんだよ、去年。川越祭り号で俺乗ったからさ。わあ、めちゃめちゃうるせえ、この電車とか思いながら。
東急8000系じゃんとか思いながら乗ったけど。まあ、この185は廃車だろうね。修善寺行かなくなんだ。修善寺って確かあれ確かさ、三島まで行くんだよね、そういえば。俺初めて知ったんだけど。三島まで行くっていうさ、ことを考えると、俺踊り子でもいい気がするんだよ。あれ、踊り子と新幹線ってどっちが高いんだっけ？踊り子と新幹線だったら、でも新幹線、じゃあ踊り子の方が安いよね。いや、でも俺そんな熱海に用ねえしな。静岡までって考えると、どっちも微妙だな。でも、500円。500円のさ、新幹線のだろう。わざわざ俺別に伊豆に用ねえしな。これだったら新幹線乗るかな、俺は。正直微妙な気がしますね。正直結構微妙かな。へえ、257系か。257俺乗ったことないんだよね、人生で。あれあったっけ？あるわ、あれで乗った。257の0番台はないんだけど、500番台俺確か乗ったことあるんだよ。暴走のさ、なんだっけ、E257 の500。ちょっと待って、画像。あ、これ乗ったの、俺。これ。これね、確か、武蔵野線から、鎌倉号だっけ？鎌倉号かなんかで俺乗ったんだよね、これね。だから知ってんだよ。これ紹介したよね、去年ね、確か。川越祭り号とか言ってさ。乗せたわ。はい。まあ、そんぐらいかな。ということで、なんかね、話のネタかなんか、なんかあったら持ってきてください。俺がなんか、いいやつあったらネタにするんで。はい。そんじゃあ、また。ご視聴ありがとうございました。